げえ食いっす。マジですか。行きましょう。いやこれでかい。念願の底味ですよ。戸島クオリティよ。8です。わーすごい。行きましょう。行き当たりを体感してください。すごい、このラインすごい見やすい。まだデイの薬なんですか今。デイですね。まだ僕が変更つけてる以上デイです。あーなるほど。見える。この下の、マジですか。これ生なんだけど。あ、違うよ、マリコさん。あ、ガッシュインだった。もう次次、はい、シャ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 いかんと。はい、うん、兄さん行ってください。点1とか 1.2 とかでいいですね。あ、これだ、もう1だ、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 本当だ。浮いてるかも。どん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 誘って誘って、もっと誘って誘って、たたたたた、もっと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 、来た、合わせて。あ、今のラインで見たんか。いやいや、もう丸の見えてた、見えてた。まず投げすぎよ。え、ここでマジですか。けど落ちてくるものに全部バイ、なんかすごく、もうそこじゃなくても中東でも、もうどこでも。すごーい。あ、ちょっと行ったら、すごーい。はい、あ、念願のサコアジですよ。ですね。あ、すごい。この足元にも山ほどおる。膝とか割れた。あった、うんうん、あ、そうか。投げすぎ投げすぎ。本当無駄な時間すごい。当たった。あ、おいしい。今のも当たり。あ、そっか、ここがピンって張るんだ。そっか、多分 この辺の重いのは苦手なんやと思うわ。重いのは食わせの間を取らんといけんのですよ。それが多分まだ体感できてないから、やっぱり言葉で言うても多分伝わらん。いいですよ、これで。はい、ビャーって出す、一回やおう、ビャーって出す、で、あおう、これです。そしたら糸出る。あー、なるほど。お父さん、あれがスーッと走るんで。へー、誘って、誘って、たた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 って緩めて、よし、はい、食うた。この問題かもしれんね。ちょっとフィーチェンジしましょう。はい、これ刺す。はい、イカ刺しです。イカ刺し、もしダメだったら次また違う色に変えます。へー、あ、むずいね、不安ね。
使って。どうやればいい？着だ。やったー。はい。あ、いいね。ちゃやった。すごい、ナイスです。イエーイ。イエーイ。やったー。ー え？ダメ。28です。あー、でも超嬉しい。ダメ。ダメ。今度終わったかな？お、ジュベビアンメルシー。あよ。今のはどうだった？あのこう食ってった感じだったけども、糸で見た。ないんで。来たー。やばい。あーお願い来て来て。わあ。やったー。釣れる。よ。すごくないですか。バカルバル来たんですかね。僕ソタボキ釣るわけ。すごい。そんなに釣れちゃう？すごいよ。あのサイズをちっちゃいって言ってるもん。びっくりしちゃうもん。なんかでかいですけど。すごい。やったー。すごい。あ、大きい。うわあ。あ、来た。あ、そこね。あ、大きいよこれ。これでかい。大きい子来ました。まるまる太い。よく覚えてる。すごい太いですね。どうしまクオリティよ。やばい。さっきと同じサイズ。今日いいよ。食べなさい。いいよ。いい釣れ方だぜ。だってすごい今見えた。やばかったよ。ですよね。今度も完璧もあるんだよ。マス。分かった気がする。分かった気がする。だ。マスすか。何が分かっちゃったんですか。色だ。色？うん。うん、そんなやるお前ら。いやはずやで。ほらね、これから変えたらパイプ出だしたでしょ。ほんとですね。よし、大丈夫だよ。ちょっと、ちょっと、武器になってきたから。あ、来たー来たー、ニワさん来たー、すごい。そんなしたことないな。あ、来たー来たー、ニワさん来たー、すごい。あ、これ、あ、もう気をつけて。うん。来ました。やばい。巻き巻いて、巻き巻いて。おしゃった。うわ、やったー。やったー。やりとり上手になりましたね。ありがとうございます。上手になった。すごい、超嬉しい。大きさは？ちっちゃい、ちっちゃい。いいコースね。あ、やばい、ちっちゃいって言っちゃった。やばいですよ。おお。やっ、あれ？まさかの、まさかのガッシュ。音が。気のせいか足のが一番なんか、うん、多分ね、後に取ってきてる。ああ、よくありますね。
人形がコステバさんって言ってるんですけど、マグネットがもらえなくてくると手前手前に通すで、ほんとだ、足元にいる。異常なし。異常なし。異常なし。こっちの味太いですね、ちっちゃくても。おお、めちゃめちゃ太い。太いですね。いえー、止まったけど違った。モチマルの SUV で使いやすい気がする。この差も使いやすい。使いやすいです。投げやすいし、なんか簡単にキャストできる感じがしました。なんかキャストするのが簡単にピュッて投げられる気がしました。やばくない？雨が全然苦じゃなくなってるんだけど、おかしくない？わお。わあ。ああ。ファイトが浅いのよ。これ大事に見えねえ。もう帰ったらすぐ買えます。ファイトレーザー。ファイトレーザーで。これすごい見えるもの。暗くなってきたから、うん、多分ちょっと地合いになりつつあるんじゃないか、光量的な。へぇ、うん、光量ぐらいからはもうテンションコールに変えてもいいし。あ、そうなんですね。暗くなってきたら、うん、夜はルーズ的に変わります。あ、お、いや、あ、ガッシー、何だろう、ガッシー、あ、二人してる。仲のいい友達です。一緒のタイミングで連れてくれた。にゃー。Let the run down street lights be your star. Let them know who we are. Let them shine for you. Hold in your head in the stars.Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head. Believe it if you want to. Believe it if you want to. もう天然の無理だ、一切こう逆かと思ってま
ました。今の養殖、特にこの界隈の養殖技術が飛んでるぐらい技術が高いし、で管理もすごいし、もうここのクリアしたもうクリアし、もうこれもうどんどん食べてください。はいはい。で背越しも時間経ったらなるなるんで、これあの色味噌で、色味噌でちょっと多分最初食べたら癖を感じるけど、だん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 ハマってくる。食べ方、食べ方として、まあ例えばこう食べる、こう、そう、そう。まあ逆に言うならこれを自分の鶏皿かなんかで、ちょっと上手したろ、これ上手したろ。切り方一つで変わるんやで、めっちゃ。あ、そうですか。めっちゃ変わるんよ。え、これは何ですか？お味噌？いや、味噌。へぇ、初めて見た。こっちで、え？宇和島で言ったら麦味噌だろ。麦味噌。島の人はこの味噌で魚を食べる。逆にこの醤油につける人もおるけど、味噌食べると思う。普通にこれかさぶったんですよ。あ、そうなんですね。え、これ食べてみようかな。何にしたらうまいっすよ。うまい。うまっ。父さん上手やな、これ切るの。うまいわ。ね、山根やつつろうって言うの甲斐があったでしょ。うまいわ。いいね、いいね、うまいね。うまい。カキの刺身とまだ全然違うなってまあ、味刺しは意外に飽きるし。こっちの方がうまいね、どっちかっていうと。噛み締めたら、この骨のうまみが出てくるんで。これはまた中の口。そう、うまい、うまい、流れが。でもこのどこの味でもいいっていうわけじゃなさそうですね。ちっちゃい味、ちっちゃければちっちゃいほどうまいです。この年まではそんな大きいサイズは釣れんけど。十分大きいけど、十分大きいです。あ、どけて言っちゃダメらしいよ。ニワングワは。ニワングはこのサイズじゃない。ニワングで釣るのはこのサイズじゃない。全然美味しいよ。天山地。わあ、来たー。怪しいね。だけど、よう探さない理由を、はいはい、やっぱね、見出してほしいですね。どれが釣れる味かっていうのは、やってると見えてきますよ。あ、これ釣れるなとか、これ食わんなとか、見えてても食わんなとか。でも今日のは食うはずなのに不安だったし、生きっとるんだね。ね、あるらしいやん。うんと思ったよね。腹パンやないって言えない。お腹いっぱいになったんですよね。うん、大丈夫。めっちゃ難かったっす、今日のは。ようかけたっすよ。うん。いや、一番トップです。そうですよ。やったー。6丸がええ仕事したっすね。6、8は、リグが動きすぎる。あの、釣り方してたら。マイトさんのタップを使ってた。ああ、なるほどね。うん、で、その間は僕が使ってたやつをそのままスープを渡してた。赤いラインのやつ。そう、赤いラインのやつはラインが見えない。下っも見えない。もうチャンスがもう半減どころか4分の1ぐらいになる。ね、引き合わせになるからどうしても。また釣れんわ。うん、っていうのと、そもそもバイトのきっかけを作るためにあの釣り場には6、8は向いてないです。うん、やっぱ潮の流れとかそういったものがある程度その水深も絡んでる、うん、釣り環境だったらあの6、8は無敵なんですけど、うん、6、8っていうのは本当にこう大きな味をちゃんとこう釣り切るための、うん、そもそもの捕食がベイトキーンじゃないから、まあ、あれはまだもう非常に難しいんですよ。うん、そうだね。うん、ベイトに狂ってる時はあんな食い方しないです、基本的に。もうモンドリュって出るから。どうしてもその水温と冷たい山の水が流れるんですよ、モンドリュ。昨日雨が。でもそうすると上層は速い潮になっていって下層はゆっくり動いている対流潮
お塩、まあ汽水と、重曹ぐらいのところとこう混ざる。で、そのアジもやっぱミミズも食べる。何でもまあ 山水から流れてきたところにアジも作るやつもおるんですけど、本当の真水では、でも新谷さんと今日話しよって真水におんねんって話になってめっちゃおもろいなと思っていや、でもそういうのもあるんかなと思いながら、そのベリテルでまあエラ呼吸やけどね、真水でも酸素を取り入れるっていうとかになる。そう考えながらも、なんか面白い話を聞いたなとは、ちらっと思ったし、雨上がりのこの島で爆笑するのは明後日ぐらいです。それは、そうやって落ち着いてきて、まあ明日は晴れなんですね、うん、で、天候が2日ぐらいするとやっぱ釣れる時がある。そんな感じ。今日すでに釣れたって思ってたけど釣れたい、釣れたい、釣れてない、釣れてない。この島の多分10分の1以下にして、チケットはそんなもんやね。そうですか。ほんまに釣れんって思ったもん。でもね、マリさんは意外に冷静ですよ、うん、冷静、本当に冷静。冷静ではないです、うん、いや、でも、まあ、どうなんだろうな、魚がかかった時の慌てしてる感じが、声と体がリンクしてないんですよ体の動きどこブレーキって、本当はやばいって思ったらグワーって巻くし、取らなきゃっていう、なんか巻いたら外れちゃうんじゃないかしらと思って、うん、だからそこの経験がやっぱ足りない、ピースが埋まってないですね。だから僕らからそうすると見てて、いや巻きゃええやん、さっさと負けよ話になる。お前にお前に慌ててんのやったらいいんですよ。まず限界を知ってなさすぎる、道具を使いこなす上で限界を知らないのは致命的です。ここのこの竿だったら、ここまで行ったら魚っていうか、もう今入れてるラインはブレイクするよねっていうのを知らないと、やり取りのゆとりなんて絶対生まれないです。魚はバラしてなんぼです。釣れる釣りっていうのはそういうことを、とにかく自分のリミットってどこにあるのをちゃんとその隙間を全部埋めなきゃダメなんです。競争でかけた時の強引さと、水深がある中でかけた強引さと、差は当然あるわけです。そういうのを知っとかなきゃいけない、まあ、でもそれって実感がないでしょ、ないですね、うん、それやってないから、うん、やらないから、うん、このような感じに情報とかがやっぱり情報って言っていいのかな、いや多分、うん、あの情報なしに動けますよ、うん、ここでこういう釣りしてたら、はい、うん、枝葉伸びるみたいな感じで、引き当てるまでには通うという会話が必要になりますよ。だけどそれを引き当てた時には全てが全部つながるんで、もう考え方はおおよそ変わったと思う。うん、自分に対する心のね、釣り方をちょっと垣間見えたはずだとなんで、うん、ここは使います。自分は龍だとか銅だとかっていうのを忘れた感じです。早いね。あの、センジで言うの。逃げ早み。逃げ早み。逃げ早み何にしようか。逃げ早み。もはや何の話してんのかわかんない。わかんないですか。え、千と千尋の神隠しが。時に、龍と白がね。赤。あ、右はこはく、あ、そう、右はやみこはく主や、そうそうこはく主、こはく川の守りがそうだよ。思い出した、思い出した。美穂さんから千と千尋出てくると思わなかった。僕ジブリ系です。マジですか。もう直しからってめっちゃかかれるし、私パズー症候群です。パーパラパーパラパラパラ、目玉焼けるのってどうするか。いや、見方はないやろ、ムスカ。いや、もう俺は実際ムスカ。ムスカなんですか。こっちこう、二人で
こうパルスとか言いますの？ホルミです。全然ホルミ。飛行機に乗ったらおばさんと一緒に乗る。40秒試着したら